久保さん。いやーちょっとね、やっぱ久保さんとやっぱリンクしてますね。僕、イルミナティの本読んでたんですよ。でね <laughs>。イルミナティの本読んでたら、イルミナティのタイトル来るからね。どういうことやねんと、ころ久保哲郎と僕のこの関係性。やばないですかちょっとビビりがちょっと鳥肌立ちましたね。イルミニティ、しかもイルミニティね、大した動画に関係ないわけじゃないですか。動画でイルミニティほぼ言ってないのに。 イルミニティの単語入ってくるかっていうね。これはちょっとやばいですね。はい、ということで、まあ、あの、昨日かおとといだったかな。あの、僕、熟成さん対談したんですけど、去年ね、2500万ぐらい売り売上げ作って、女性の方で、女性の方で40、今年、9歳、今年で、ね、49歳。 49歳、今年、で、1月はもう300万ぐらい売り上げ作ってるみたいですけど、まあ対談しまして、で、僕は、その、その方が YouTube、まあドリアカに入って YouTube 始めたんですけど、まあ1年2ヶ月ぐらいですかね。で、最初、最初、最初ね、1本目。吉谷さん、こんなんで大丈夫ですかみたいなね。大丈夫です。誰も見られてないんで気にしないでください。みたいなね。いや、そっからスタートしてね。そっからスタートして、ね。はい。去年2500万です。 だから何やろうな。まあ、億万長者合宿でもね、いろいろ言ってますけど、あの、一番気にしないといけないのは、み、し、自分を知られてないことですよ。申し上げますね。一番気にしないといけないのは、自分が知られてないこと。知られてないっていうことは、何も収入を得ることは難しいわけですよ。別に、まあ、あ顔出ししてね、嫌だっていう場合は、ブログでもいいでしょう。サイトでもいいでしょう。 何でもいいんで、自分が運営する、自分が所有する、自分が管理しているサイトを知られている。であるならばいいじゃないですか。そこにトラフィック来て、ああの広告収入得られるだろうし。だからなんかネットビジネスで知られてないっていう、ネットビジネスでやるんだったら、そもそもあなたが持っている媒体が知られてないってことはやばいよっていう話で。だからそこを気にした方がいいしもう知られてないイコール稼げないわけですから。 どうやってそのサイトに行き着くんですかって話じゃないですか。どうやってそのツイッターに行き着くんですかどうやってそのフェイスブック行き着くんですかどうやってっていう、知られてないとダメですよね。で、知ってもらうためにいろんなアクションをするわけですよ。ね。僕なんか動画大量に撮ってますね。まあフェイスブックやってた時は DM 打ったりとかしてましたけど、まず自分を知ってもらわないといけないわけですよ。じゃないとビジネススタートしないのに。だから私一番気にしないといけないのはそこですからね。自分を知ってもらえってことですね。言ってらっしゃい。